らっしゃいませ。森役いらっしゃい。どうぞ。よいしょ。はい、どうぞ。じゃあ3000円です。毎日ね。はい。はい、3000円ちょうど。芋水でいいの？はいよ。ところでさ、森谷くんさ、その後婚活どう？婚活どうなってるの？はいよ。あれ、そ、結婚相談所？あれってさ、相手に求める条件みたいなのも書くんでしょ？なんて書いたの、森谷くん。働きがいいんだ。子供できたらどうするの？森谷くんって家事とか料理とかできるの？そうすると、つまり森谷くんが求めてる理想の奥さんは、金を稼ぎつつ森谷くんの身の回りの世話をしつつ、子供の世話もしつつ、で、若い、容姿端麗な、健康な女性っていうこと？カラオケでもする？カラオケすっか。ね。カラオケでもしよう。カラオケしよう。へい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 。で、何がいいかな、婚活の歌。まったく森谷くんは、普通の女がいいなんつって、全然普通じゃねえつの。そんな女いねえつの、まったく。自分、はげかけてんの。はげかけてんだぞつの自分。わかってんのかつの、まったく。